福山茂一は、日本の経済学者、教育者、関西学院中学部、関西学院高等商業学部卒業、関西学院大学法学部卒、国立大阪青年市販学校、大阪府立大学教育学部で教鞭を取り、教育理念をめぐり、学長と争って罷免された後、自らの理念を私学で再建する場として、芦ア屋ア大学を創設。 夫人は、芦屋高等女学校創立者の福山紀いよいよで、ある。1960年に、芦屋女子短期大学学長に就任し、1964年に、芦屋大学初大学長に就任、1968年に、学校法人芦ア屋ア学園理事長に就任した。職業指導学の研究に取り組み、芦ア屋ア大学で合計7回にわたって開催された。 職業指導学国際会議では、就身議長を務めた。F 式戦職能力テストの開発に取り組み、このテストは80年代にアメリカ合衆国など諸外国で採用され、注目を浴びた。また、当時の内閣総理大臣や文部大臣、海外の教育関係者とも多く会談を行い、国内外の教育界でも注目される存在であった。 1980年代後半にソビエト連邦のペレストロイカにおいてこの職業指導学が採用され当時のソ連高等中等専門教育大臣モスクワ大学総長をはじめとするソ連の教育関係者とたびたびの会談を行いソ連の教育システム構築に関わった1988年にモスクワ大学名誉教授学位を授与され 1991年には、同大学名誉博士学位を授与された。1981年には、大阪府教育委員会委員長に就任した。2006年アシア大学入学案内。ありがとうございます。